こんにちは。昼食はもう食べました？まだなんですね。ちゃんと毎食食べてます？ちょうど僕もお昼にするところですから、ご一緒しましょう。今日はどこに行きましょうか？仕事？そんなの、あなたが来てくれた時点で存在しなかったことになっています。Thank you.
いらっしゃい。あなたが僕を訪ねてきてくれるなんて夢のようです。Thank you.
帰るのか？帰れば悪夢が待っているぞ。私はママ。この世界を象徴している。私がというよりはこの世界、私たち全てが悪夢だな。君の世界に戻った途端、牙を剥くものだよ。私たちの正体は。知る必要はないのかもしれないな。戻れば嫌というほど向き合うことになる。見たくないものまで見え、聞きたくないものまで聞こえる。それが現実、それこそが悪夢だ。もう忘れていたことも思い出したんだろう。ここから先、悪夢の始まりだ。止まっていた悪夢が動き出す。それでも行くんだろう。決めたんだな。眠っていたみたいね。どうかしたの？悪い夢でも見た？そうよ、嫌な夢でも見ちゃったんでしょ？そう、いい夢だったのね。でも、もう夢なんか見てはダメよ。
君は言う口閉ざし教えない夜明け前ほど暗いからくだらない日のでも遠くにはないのだろうむしろぐらい助け借りても「強く抱くほどきしんで」「ひび割れてく」「未来流し込んで」「すれ違いを気づかないでいてくれる」「それともわざと未来ふりなのか」されない届かないと知っている体の奥隙間を埋めてくれ行き釣りの人足りないものを求めて行き着く先閉じ込めてしまいたいすれ違いを気づかないでいてくれるそれともわざといない振りなのか